こんにちは、ナミキです。そしてセリザープロです。よろしくお願いします。はい、今日はここ太平洋クラブの御殿場コースに来ております。そして今日もレッスンしていただくんですけども、はい、MC お呼びいたします。また MC 呼んでんの、はい、自分できないの。お呼びしてます。そういうことね、はい、今日もちょっとレッスンの内容がということで、はい、お呼びしております。どうぞどうぞ。はい、おはようございます。宮崎アナです。お願いします。お願いします。はい、今日はですね、いいですか、ごめんなさい、はい、どうぞ。また新しいゲストということで、そういうことですね、はい、来ていただいております、宮本勝政プロです。あ、そういうキャラなんですね、宮本さん。そうなんですよ。そうなんですね、いい感じでここまで来ている。これ一応飛ばしたい。そういう時にどういうこうコツと言いますか、そういう時に限ってみんな失敗するんですよね。力みすぎてね、はい、なので、はい、そういう極意をちょっと今日はお伺いしたいなと思いまして、教えていただきたいなと思います。それで宮本プロを呼んだわけですね。はい、そうです。なるほど、じゃあしっかり聞きましょう。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速レッスンの方をお願いしたいんですけれども、なみきちゃん、はい、これ一番飛ばしたい時っていつもどんな心境？そうですね、飛ばしたいと思いすぎちゃって力んじゃいますよね。力むよね。力入っちゃいます、うん、一番ここに飛ばしたいっていう時に限ってミスるんですよね。そう、そういう時ってこうどうやってこう平常心を保つというか。また難しいですね。打つ前の素振りを全力で 100% ビューンって振るんですよ。打つ前の素振りからもう 100% 素振りを一回しとくと、ふんと一瞬力が抜けるタイミングがあるので、まあ、その頃を見計らって打つと、その素振りのイメージもありますし、はい、素振りと近い本番のスイングもできるんじゃないかな。なるほど、勉強になるね。これね、石川遼がよく言ってるんです。二軸ね、軸を2つ作っちゃいます。意識します。もうバックスイングは自分の右足を意識して、右足の内側を意識して、もうここに向かって体重を思いっきり乗せます。でもその代わり右足がずれちゃうと逃げちゃいますので、パワーが右足の内側は思い切り意識しながら右足に体重を乗せる。もう左足も上げていいです、ね、頭も右にずらしましょう。そうすることで体重が右に乗ってきます。その後インパクトからフォローにかけては、今度左足の内側を意識してもらいつつ、思い切って左側に体重を乗せましょう。その時にしっかり右足もつま先立ちできるようにフィニッシュでしっかり左足に乗せる。上体だけじゃなくて下半身、足もしっかり右足に乗せる。左足上げてもいいので、フィニッシュも左足に乗せる。しっかり右足のかかとは上げていきましょう。そうすることでここ一番のドラゴンホールには飛距離がアップできると思います。それでもう一つ追加してもいい？あ、すごい。これ大事なことなんだけど、はい、宮本プロが言ったように体重移動右左するんだけど、男性の方ね、上半身にパワーがある人、はい、こういう方は突っ込んじゃダメなんですよ。だから右に乗っても、右にベタ足気味でここで手を走らせる、はい、そうするとここでヘッドが一番走るんですよ。ちょっとでも体重移動しようとすると女性の方は一緒にこうクラブがこうほどけてくるんですけど、はい、飛ばすためにはプロでもそうだけど、ここのためなんですよね。この角度がキープされることが一番飛ぶんですよ、うん、飛ばない人ってみんなこうなってますよね。女性は気をつけることないんですか？女性はもう体重移動ガンガンしちゃってください、うん、こっちの手、右、あ、左、こんな感じですね。もうそんな大きく回しちゃっていいんですか？全然いいです、ね、振り子のように全然いいと思います。あ、もう体全体使って、はい、そうです。そうすると女性の方はもう体重が全部右で左にほろで、飛球線に対してもここから左向け、はい、左。その男性側が自分がパワーがあるなと思う方は、それをやってしまうと全部右手がかぶってきますから引っかかります。ですから少し意識してトップスイングから体重移動したら、そこでもちょっと手を走らせる気持ちいいです。打ち上げ気味で、はい、そうすると手が走ることが分かると、はい、その時に手の走り方がカメラに向かってこうではなくクラブを飛球線にまっすぐ、そうです。そうしたら300ヤードいきますね。おではですね、せっかくなので、はい、そのプロのこう極意と、そのアマチュアのこう女性のこう、ね、体全体を使ったそのここ一番飛ばしたいという時と、あとはその男性が力あるでしょうね、はい、パワーね、状態ね、パワーがある人の、うん、3つの打ち方でここ一番の打ち分けを、ね、ドライバーを、はい、見せていただけたらなと思いますが、はい、いかがでしょうか？いいと思います。苦手なやつプロのね、うん、セリフ、まずこれプロの、ね、はい、プロです。プロの打ち方ですね、はい、軸をね、軸を決めといて、はい、早くして飛ばすと。
ね。ナイス。ちょっと違うでも体重移動ちゃんと言いましたね。右のちゃんと体重が右に乗りますよっていうウェイトで、はい、右に乗って、そうですね。まあ、これでもしっかりともね、軸さっき言った軸があって二軸なんですけど、右に乗って左っていう軸があるんでね、はい。私たちは今の打ち方を日本にした方がいいですね。いいと思います。はい、わかりました。そしてこれはどっちかといえば男性でバックスイングがすごくひねって体が突っ込まないようにちょっと先にヘッドを走らせる気持ちですね。ますよね、こうしてね。うわ、こうなってありますね。ドラゴンを取る時は体が突っ込むと絶対左に行きますから、はい、右に残って煽っちゃう。あ、逆にこう残る。そういうことです。あ、勉強になりましたね。はい、ありがとうございました。はい、ということで、宮本プロにですね、あのここ一番打ちたい時の極意を教えていただきましたけれども、並木さんどうでした？はい、あのこんなに打ち分け、3つの打ち分けあったじゃないですか、うんうん、人によってやっぱ違うんだなっていうのを分かりました、うん、そうですね、なんかこう、はい、やっぱり人にはこうレベルっていうのがあるんだなっていうのは、ね、レベルがありますから、はい、プロを真似してもみんな飛ばないので、はい、その辺はやっぱりいろいろ考えなきゃいけないですね、はい、宮本プロいかがでしたか？いや、今日、ね、はい、初めて、まあ、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しい、嬉しい、はい、はい、ありがとうございました。また、はい、次回もよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、またねー。